愛国埠頭は神奈川県横浜市鶴見区にある地名及び横浜港の島式埠頭の名称である。貨物の拠点として作られたが、他地域と横浜港配護圏の間の交通のショートカットや首都高速道路や大型クルーズ客船への乗降等、交通結節圏としての機能も持つ。多種多様な経済活動のハブであるため、大国大橋や、 横浜ベイブリッジといった巨大な橋も架けられている。大木島や東大木島と並んで存在している。不当の負の字が常用漢字に含まれないため、地名では大黒不当と表記されるほか、不当の名称としても看板などで同様に記されていることが多い。横浜港で初めての本格的な島式不当である。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。首都高速道路神奈川五号大黒線及び湾岸線が通過しており、大国ジャンクションと大国パーキングエリアがある。公共交通機関は横浜市営バスが鶴見駅及び横浜駅東口から乗り入れており、横浜スカイウォーク前と大国海釣り公園まで。 運行されている。港湾施設のほか工業用地がある。コンテナ船用3バース及びライナー用8バースを含む計25バースある。横浜市港湾局及び横浜港不当株式会社が管理、運営を行っている。また、自動車輸出量の増加や横浜米ブリッジの下をくぐることができない、超大型客船への対策として、東府島内にある 既存の自動車運搬船岸壁と隣接岸壁を再編改良した上でシック施設も整備し大型自動車運搬船及び超大型客船対応岸壁として2019年4月より供用を開始している町内の警察の管轄区域は以下の通りであるありがとうございます